皆様こんにちは。バイマバイヤーノアスペインこと長澤みどり子です。本日のアイテムをご紹介したいと思います。本日は、クリスチャンディオールのアクセサリーをご紹介いたします。ですね、まずこちらの化粧箱になりまして、専用の、ね、アクセサリーをです、ね、中開けるとこういう感じで髪がね、あの薄髪が美しく折られていて、あのいろんなブランドさんを、ね、扱っていますけれども、クリスチャンディオールのこの梱包が一番美しいなと私は思います。ここにね、薄紙を送っていただくと、この中に商品が入っているというふうになっています。これいつもあのどの商品もご用意してあります。で、アクセサリーなんですが、こちらダストバッグになりまして、今日はレジンパールを使ったね、あのピアスなんですけれども、こちらになります。小さいんですが、全体ね、縦長さ2センチぐらいのこの大きさになります。上の部分にクリスチャン・ディオールの CD のイニシャルが、あしらっていて、ゴールドトーンになってますね。ペールゴールドですので、強いゴールドではなくて、ちょっと、優しい感じの、トーンを抑えたゴールドのシャンパンゴールド系になっています。あとこちらのレジンパールが、クリーム色になりまして、こういう感じでちょっとどんぐりのね、あのイメージさせるようなカップをつけたパールのデザインになっています。ということでこんな感じですね。これだと普段ジーンズなんかにも、ね、合わせていただいてもいいですし、ちょっとしたあのエレガントな装いにも合いますし、結構パールのアクセサリーっていうのはとっても重宝するかなっていうふうに思います。カジュアルにもエレガントな装いにも使っていただけます。ピアスですので後ろはこういう感じになってます。こうですね。本日はレジンパールを使ったクリスチャン・ディオールのアクセサリーをご紹介いたしました。それではまた。